皆さんに質問です。今、僕がどこにいるかわかりますか？どこにいるって、タイガバイオームじゃないの？ああ、これはアテネに正解を取られちゃったやで。EF 正解です。正解は木の上にいるでした。わからなかった人は高評価よろしく。なんだよそんなのわかるわけないだろ。てか、なんでそんなところにいるのよ。いやー、スポーンしたら木の上でして、珍しくない？まあ、珍しいね。ちょっと珍しいかもやで。だよねー。いやそんなことはどうでもいいよ。今回の企画は何？そうだったそうだった忘れるとこだった。モードを変更しまして。今回はアドベンチャーモードでどこまで進行できるのか企画。アドベンチャー、モードで、どこまで進行できるか？やばい、アテネの理解が追いついてないやで。知らない方に説明いたしますと、アドベンチャーモードではブロックを掘ることができません。なので、キコリという概念は存在しないのです。オッケーわかった、ちょっと待って。バカなの？天才だが、いやキコリできないってこれからどうしたらいいの？知らないわよ、どうにかして木を回収するんだよ。とりあえず周りの探索から始めないかやで。めめ、今からそうしようとしてたとこなのだよ。探索を始めるのだよ。待って、アベル右。え、右？別に右に何もないよ。全速力で向かってるよね。これってイグルーってやつだったよね、確か。あれ、もしかしてこれ幸先いいのでは？マジで最高についてるのでは？作業台にかまどにベッド付き？これは最高に運がいいわね。このセットがあれば十分すぎるほどに役立つやで。いやーマジか、一番の難題は作業台だったんだよな。それをサクッとさ、なんか運が良くてすみませんね。嬉しいことなのに無性にうざい。いやでも、最初は何をするべきなんだろ。まあ、唯一ゲットできるものと言ったら、己の拳で手に入れられるものだよな。確かに動物なら素手でも狩れるね。あまり見たいものではないやで。食料面に関しては心配しなくて良さそうだ。生肉だけど。普通に考えて生肉食べれるってやばいよね。ちょっと引くわ。アベル引かれてるやで。え、マイクラの方じゃなくて俺？ダダ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 ベリーだー。そっかベリーがあるじゃない。あれ、タイガってめっちゃいいバイオームだった？うむ、一言で言えばサイアンドコー。アドベンチャーでやるなら最もおすすめできるバイオームだね。普通やらないけどね。いやでも、気分転換とかに。やるわけない。ですよねー。ふと気づいたんだけどさ、これ高低差ある場所に落ちたら罪だよね。そっか、ブロックが置けないから出ることができないのか。最新バージョンは地獄じゃないか？めちゃ高低差あるからね。ちょっと背中押してみてもいい？言い訳ないだろがい。食料を集めてたら夜になりました。結構食料は集まったね。一回戻って寝た方がいいんじゃない？いいや、夜だからこそいいんですよ。こちらのクリーパーさんを使いまして。なるほど、そういうことか。クリーパーの爆発を利用してブロックを確保する作戦やで。あにょ、怖すぎるんですけど、めっちゃじらされてるんですけど。なんで木のそばでクリーパーと遊んでるの？じゃあ？どうだ、木はドロップしたか？ドロップしてるドロップしてるよ。原木回収来たー。これが大いなる第一歩となるのだ。掘れなくたって頭を使えばゲットできるってことよ。最高に効率悪いけど。アベルの身を削ることで確保できるやで。はは、クリーパーの爆破の一つや二つなんのその。この調子で今夜は木を集めるぞ。さすがド M 野郎だな。なんか言った？いや。よしよしその調子その調子。この大木なら2個ぐらい狙えるでしょ。さすがに毎回1個だけってのは少なすぎるからね。これで一気に原木を。まあ、別に、1個でもいいっすけどね。原木は1個だったけど丸石もゲットできてるやで。なんだと丸石だと？つまり丸石のツールが作れるようになった。まあ、ツールって言っても武器系ぐらいか。武器があるだけで全然違うからね。今度は木ではなく、ここにある石炭を爆破してほしい。おお、いいところに石炭が。どう？石炭ドロップしてる？ドロップしてるんだな、これが。これで生肉を食べる必要がなくなるやで。なんかさ、アドベンチャーでプレイしてると、ブロック一つ一つの大切さを学べるよ。確かに、大切に使わなきゃって気持ちが生まれるよね。石炭に感謝しなよ。石炭ちゃんいつもありがとう。それじゃあさらに石炭を確保させていただく、テビ。待って待ってこれやばくない？ここに来て全ロストかやで。ダメー。やだやだ絶対それだけは全ロストだけは嫌なの。結構拠点から離れた場所だったから、ほぼほぼ全ロストは確定だ。うぐうぐうぐ。待って普通にたどり着けたんだが。マジかよ、全ロスト回避しちゃったよ。よかった、全ロストはさすがに辛い。アベルさん、意外と方向感覚あったんだなーとか思ってんじゃないだろうな。いや、私もびっくりだよ。アベルって意外と方向感覚あったんやで。へへ、実は自分でもびっくりです。すやすやなキツネさんキャワワー。なにこれなにこれ、かわいすぎる。そんなわけでリグルーへと戻ってきアフアベジアヒアジアフ。嘘でしょ、まさか、積んだやで。嘘だろ嘘だろ、ここに来てそんなしょうもない終わり方ある？バリモグバリモグムシャー。のんきに食べてる場合じゃないって。本当にこれで終わり？いや、まだ希望はある。
この水の先に別の道が繋がってる可能性が。お願い、お願いだから繋がってて、マジで？おいおい、そんな奇跡が起きていいのか？出れた。出れたね。まさかの脱出成功やで。あまりアベルを舐めるんじゃねえぞ。違うよね、次からは足元に注意しますだろ。はひー、すみません。それじゃあお肉を焼きまして、斧と剣をクラフトしておきましょう。これで戦闘はなんとかなりそうね。食料もいい感じに手に入ってるし、めちゃくちゃいい感じなんじゃないか。順調、最高、絶好調だぜ。それでは、村を探しに行こうか。そうね、リグルーから離れるのは残念だけど、ここ以上の物資が手に入るだろうからね。次の目標はバケツの作成。それさえゲットできたらかなり先に進むことができるだろう。鉄インゴットね。と道中でワンワンを見つけたので手持ちの骨をあげることに。まさかの一発成功。やったー。このモードでの狼は心強いよ。狼、怖いやで。まだ骨が余ってるし、またまた一発で。待て待て、何回一発で仲間にするんだよ。三本の骨で三匹仲間になっちゃった。アベル、今回運を発揮しすぎじゃないかやで。自分でも自分が怖いよ。まあ、わかってはいたけど。やっぱり火打ち石は使えないか。そんなわけで、そんなわけで、一日中歩いて村を見つけることができたどう。ここにゴーレムさえいてくれたら、やでー。すみませんお邪魔しますよ、ベッドを借りしますね。くぃー。絶対村に招きたくないプレイヤーだな。うんうん、ベッドがあるのはありがたい。それで、俺の目的は貴様を討伐することじゃ。痛い、ごめんなさい。いつもならブロック積み上げて一方的に倒してたけど、このモードだと辛くない？ちょっとでも油断したら死ぬやで。エンダーマンと同じ感じで倒せるかなって思ってたんだけど、リーチが長すぎてマジで死ぬ。ぜいぜい、はぁはぁ。一撃でハート9個も持ってかれた。まあ、死んでも村で復活できるし別にいいんじゃない？俺の命軽くね。そんなに見ないでよ。照れてる場合じゃないやで。おら、正々堂々、正々堂々と決着だ。さすがはアベル、汚い戦闘だけはお手の物ね。いける。とりあー。どうだいどうだい、アベル様を舐めんなよ。よし、これでバケツに必要な数は揃ったね。そういえばアベル、この村って作業台あるのかやで。え、逆に作業台ない村とかあります？では、リグルーに帰ろうか。また一日かけて帰るのか。我が家に帰ってきたー。我が家で作るバケツー。うるさいよ。これで水と溶岩が使えるようになった。ネザーにさえ行けたらこっちのもんやで。まさかアドベンチャーモードでクリアするなんて誰も思うまい。あれ？何してるのよ。早く水を取りなよ。ごめんみんな、バケツ使えねえや。はぁ、ここで積み？いやだって、バケツが使えないんじゃ、絶対にゲートを作ることはできないだろうし。ここがアドベンチャーモードの限界ってことやで。マジか。誰か、ゲートの作り方知ってたら教えて。有識者、回答を求む。といったところな感じのところで、のし。